おはようございます。今日は12月10日金曜日です。時刻は朝7時30分です。日の出も綺麗に上がってきました。今日のコースは燃える沼公園満喫半周コースです。それでは行ってみましょう。早朝のウォーキング、夏以来ですね。こういう風に季節が変わって早朝歩くっていうのは清々しさがまた違います。さあ、ガラスのピラミッドが目の前に現れました。すごいかっこいい。どうしよう、あっちは遊具、こっちは何もない。今日こっち行きましょう。これも全部島が降りてるんですか？まさに初冬じゃないとこういうの見れないですもんね。美しいなぁ。燃える沼公園の芸術作品ですね。ここがちょうどこのテトラマウンドの真ん中にお日様が昇って、最後のまっすぐな道をガラスのピラミッドに向かって歩いておりますが、さあもう間もなくですね、右手に東区唯一の山と言われています、燃える山が見えてきますよ。皆さん、この燃える山、52メートルの高さがあります。しました。燃える沼公園満喫半周コースでしたが、その名の通り大満喫です。冬の早朝ということで景色がね、素晴らしかった。360度霜が降りててすごく幻想的でしたね。その幻想的の中にこの燃える沼公園にあるモニュメントの数々が融合して、本当に感動しっぱなしのコースでした。東区ウォーキングノート2022が発行されました。この中には東区の宝を探そうというコーナーがあります。今日ウォーキングをした燃える山のことも載っています。それではウォーキングノート2022、皆さん手に取ってご覧ください。